皆さんこんにちは。今回は単語の言葉遊びです。四角に文字を入れて、このように赤い枠、緑の枠で完成する2つの単語を作ってください。制限時間は30秒ですよ。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は地でした。赤い枠は高地、緑の枠はチーズとなりました。このようにマスの中に共通する文字を入れて単語を完成させてください。答えが複数見つかった場合はぜひコメントにて教えてくださいね。2問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はプでした。切符、プリンとなりましたね。次から難易度が上がりますよ。3問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はかといでした。正解、会議となりました。さあ、マスが2つになりましたが正解できましたか？4問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は、ととうでした。弁当、糖質となりましたね。5問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はバとイでした。特売、売金となりましたね。2つの言葉を作るのは想像力や集中力を鍛える効果がありますよ。6問目です。四角に入る文字は何でしょう？
終了です。答え合わせです。正解は、ドとウでした。鉄道、道場となりました。時間内に分かりましたか？7問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はじとんでした。人参、ジンジャーとなりましたね。ジンジャーとは生姜のことですね。ジンジャーエールやジンジャーブレッド、ジンジャークッキーなど爽やかな香りと辛みを持つスパイスとしてあらゆる料理に欠かせないスパイスですよね。8問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はしとたでした。靴下、下敷きとなりました。9問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はアとラでした。コアラ、アラジオとなりました。アラジオとは生成していなくて結晶が粗い塩のことです。通常の食塩よりも結晶が大きくミネラル分が多いと言われていますよ。最終問題です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はさとぎでした。うさぎ、詐欺師となりました。最後におまけ問題です。マスの中に入る文字を20秒の制限時間内に答えてください。終了です。答えはコメント欄でお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。知の種のホームページでは様々なノートレプリントが無料でダウンロードできますのでぜひチェックしてくださいね。
皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。